人気を集めた香川勢が前受け、中段に中部、後ろから1番の水戸貴則、動いてまいりました広島コンビ。さあ1番の水戸、西岡を連れて上昇開始。3番の上野が前でこれを確認して、さあここで1番の水戸が切って2番の谷口上がってくる。今度は中部勢が巻き返していって、2番の谷口ラインが先頭に変わっていって、送り出して水戸が4番手、3番の上野はこれで6番手です。さあ2番の谷口がまずは抑えました。このまま中部がペースに上げてまいりますでしょうか。金が入って3コーナー、後ろから仕掛けていったのは3番の上野。香川勢の巻き返しが早い。外を通って3番の上野のスピードがいい。4番の福島が続いていって、香川勢が先頭2番手、叩かれて2番の谷口が3番手、1番の水戸が6番手、縦長な展開。最終の 1,2 コーナー中間地点、飛ばすのは3番の上の追走が4番の福島です。さあそして3番手からここで2番の谷口がもう一度巻き返していく。6番の時は離れた、3番手からまくった2番の谷口、止めに行って4番の福島、福島がブロックを見せていって、あとは後方から1番の水戸もまくり追い込んで上がってまいりました。4コーナーを回ってくる、外を通って4番の福島か。